分子。分子とは、二つ以上の原子から構成される電化的に中性な物質を指す。厳密には、分子は少なくとも一つ以上の振動エネルギー順位を持つほどに十分に深いエネルギーポテンシャル表面くぼみを共有する原子の集まりを指す。ほとんどの原子は、同種あるいは異なる原子と化学結合により結びついて分子を形成する。 木ガスのように、単原子で安定な科学種を単原子分子と呼ぶことがある。ただし、宇宙空間などの真空に近い環境では、他の元素も単原子で安定している。2個の原子からなる分子は2原子分子、3個以上の原子からなる分子は多原子分子と呼ばれる。英語のマラクルという語は、ラテン語の、量あるいは、塊を意味する、モールズと縮小時のカルに由来する。 化学結合に結びつけられた分子内の原子は内部エネルギーにより振動しているので分子の構造は必ずしも静的ではない。分子内の化学結合の乖離や新しい結合の生成し構成する原子の組み換え、起こると分子の種類、すなわち物質の変化として認識される化学反応に詳しい。分子から電子が負可あるいは脱離したイオンは分子イオンと呼ばれる。 ジョン・ドルトンが1803年に原子説、1804年に倍数比例の法則により原子の存在を提唱した。しかしその概念は現代の電子と原子核から構成される粒子のような構造的な概念ではなく、化学反応が一定の単位質量をもとにして反応が進行するという量的概念であった化学量論に詳しい。一方、 1808から1809年に、ジョセフ・ルイゲイ・イコール・リュサックは、気体反応の法則を提唱したが、この法則は、同じ温度、圧力条件下の気体には、同一体積中に、同数の物質粒子が存在することを案に、想定しおり、それが、倍数ピレの法則に従うのであるからその粒子は、一定の単位質量を持つことが想定される。 ドルトン自身は化合物に含まれる原子の数は基本的に一つずつであると考えており二容量の水素と一容量の酸素とから二容量の水蒸気が生じるという事実は彼の想定する単位原子と矛盾を生ずるためこの法則を認めなかった気体反応の法則に詳しい1811年にアメデオ・アボガドロは複数個の原子から構成される分子の概念を 気体反応の法則に導入した。すなわち、分子をとにしたアボガドロの法則を提唱して、この矛盾を解消した。発表当時はこの説は重要視されなかったが、1858年にスタニズラオカニッツァーロがアボガドロの法則を再評価し、アボガドロの分子論は、確固たるものとなったアボガドロの法則に詳しい。分子の物理学的挙動について、 実験的にその実在性を確立したのは、アルベルト・アインシュタイン、1905年及びジャンペラン、1909年による、ブラウン運動の研究である。今日では分光学的測定や質量、分析測定あるいは原子間力顕微鏡により、分子を直接観測することが可能になっている。分子にはおおよそ数百程度の分子量を持つものが多いが、 サイズにすると10メートル、ナノメートル、10グラムに相当する。この大きさでは可視光の波長以下のため、顕微鏡など光学的な像として個々の分子を観察することはできない。したがって通常を目にする物質は結晶やクラスターなど集団としての分子を目にしていることになる。言い換えると分子の姿は測定器を介して観測するしかなく、分子の実像は 目で見た物質の形態による想定とは必ずしも一致しない。分子の構成単位は物質の種類により一定であるが集合体としての分子の形態は同一物質であっても物質の物理的状態、三体の変化によってもその形態は異なる。具体的には共有結合性物質とイオン性物質や物性としての金属では集団としての分子の意味合いは多少異なる。 共有結合性物質においては、気体、液体、固体のいずれの状態においても共有結合により、組織付けられた分子が単位となっている。分子のポテンシャル表面を介して、内側では、積力が、外側では、引力が働くため、分子の単位で、熱力学的な粒子として振る舞っている。一方、イオン性物質や金属は、 結晶やクラスターを単位としてみれば、電荷や表面ポテンシャルの面では、巨大分子と考えられるが、巨大分子を構成する原子数が一定ではないという点で、共有結合性物質とでは、集合体としての分子の意味合いが異なる。例えば共有結合性単体であっても、分子の形態は様々である。例えば炭素は、グラファイト、ダイヤモンド、カーボンナノチューブは、 原子数不定の巨大分子を形成する一方、フラーレン分子の原子数は一定である。窒素、フッ素は2原子分子で安定であるが、酸素は2原子あるいは3原子で安定な分子を形成する。硫黄は8原子分子が安定であり、巨大分子、ゴム状硫黄も形成する。このように分子の構成は、成分の原子の性質により様々に変化する。 災害核電子に決意を持つ原子は他の原子と化学結合を形成すると安定になる。そのため通常の条件下で単原子分子として存在する元素は第18属元素に限られる。しかし宇宙空間など高度に希釈された条件下では他の元素の単原子分子も存在しうる。また、気体状態の作産分子の二量体を形成するなど、 物理科学的粒子と分子としての単位と合致しない状態も取り得る。分子の単位質量は分子量であるが分子量の代償により低分子あるいは高分子と区分されることがある。両者の境界は曖昧であるがおよそ分子量で10から10を境にしてそれ以下の分子を抵抗、それ以上の分子を高分子と呼ぶ。高分子の代表としてはゴム、プラスチック、タンパク質、 DNA などがある。原子間に働く、静電相互作用、空論力により、原子は分子として集合している。力の作用がその力の種類により、方向性や距離による力の強度変化が異なるため、分子は、その構成する原子の種類や配置により、秩序だった構造をとる。分子の内部あるいは分子間で相互の原子に作用する、ことを化学結合と呼ぶ。 言い換えるならば、同じ空論力を元にしていても、化学結合の種類と作用距離に応じて分子は構造的な特徴を表すとともに、原子、分子、結晶といったような構造的な階層を形成する。すなわち、分子の内部構造が分子間の相互作用に変化を及ぼすために、物質の性質はそれを構成する原子の構成比率だけでは決定づけられず、分子構造が 物性の発現に強く関わっている。例えば無機化合物の一種に見られる高温調伝導は特定の精密な分子構造が要因となり発現する。無機化合物も精密で複雑な分子構造を持つが有機化合物においてはさらに多様な分子構造とそれに応じた機能を持つ。今日では有機化合物の分子構造とその構造に特有な機能により 生命現象が成り立っていることが明らかとなり、生命の本質と化学構造について分子生物学の分野で研究が進められている。分子の表示方法である化学式も分子構造をどの程度まで意識するかで使い分けられる。最も単純に原子の組成のみを示した組成式は化学構造の違いを区別する必要のない場合に利用される。 構造が単純で異性体など構造的な紛らわしさがない場合はトポロジカルな、つまり実際の配置を抽象化し原子の連結関係を示した指定式で表現される。さらに複雑な構造においては構造式が利用される。構造式は分子構造を抽象的に表現するが分子動力学など原子の配置の向きや距離を厳密に識別する場合においては 分子モデルが分子構造の表現方法として採用される。5. おさむき